合小弱を分解します。こちらに身、こちらに皮をいきます。こちらの鮭の身を細かくほぐします。はい、皮の方は皮も味がいいですから細かく切って3枚です。はい、小さい部分を半分に切って皮を抜いてみじん切りを作ります。はい、香り付けにニンニクをひとかけ潰して入ります。これですね。はい、これをみじん切りにして、玉ねぎに混ぜておきます。隠し味、はい、お宅の貝柱の缶詰からクソじゃん、これを使います。あまり使わないので今回はクソじゃん、これをベースに作っていきます。これでいいですかね。はい、貝柱とクソじゃん。はい、まず縦の貝柱ちょっと400円までですね。圧力に縦と縦の貝柱のジャン、そうそう、貝が残っていた。そうじゃん、犬も見ました。ここから取ったクソジャン、たっぷりですね。上に日本酒アルコールを飛ばしまいます。じゃあ完成でーす。さあ盛り付けでーす。くすみこうじゃん。Thank you.
はい、レタスです。これも千切りを作ります。はい、完成です。